どうもおはようからこんばんは、とのでござる。信長の野望大使 with パープキットシーズン3やってまいりました。さて、前回のシーズン2から地方編やっておりますが、今回も引き続き地方統一目指して頑張っていきましょう。てなわけで、シナリオは1600年6月、関ヶ原の戦い。こちらは前回のシーズン2の島津義弘、こちらと同じですけれども、舞台は違いますよ。で、オプションね、まあ、前回はね、勢力があまりにも強すぎたんでこうしていましたが、ここは標準に戻しまして、 AI については高専と高い、そして寿命は長寿に。で、これでどの地方をやるかですけれども、ここ中部地方行こうと思っています。地方編についてはまだここはクリアしていません。で、かなりの勢力が乱立している。その中でどの大名をプレイするか、もうサムネでバレバレだとは思いますがみんなどこを予想したかな。いろんな勢力がいるんですよね。大なり小なり、まあ、極端にでかい勢力とかはいないでしょう。国力について1位ってどこだ。おう、前田利長。もう利家くんは昨年亡くなっているんで、あとはこの前田利長。まあ部下には刑事とかいるでしょうけれどもね。あとは、この徳川家康。彼は伊豆に勢力を持っているのみ。あとは正幸。さらには大谷義継、秀頼、福島正則といった面々がいる中で、じゃあどの勢力をやるか。それはもちろんこちら、石田三成。彼を主人公としてやっていこうと思います。勢力拠点は3、武将は43人、志は第一大満大吉。我が才お見せしましょう。さあ、ワンフォーオール、オールフォーワン。志必ずや果たしてみせましょう。大丈夫、今回ね、家康伊豆しかないから大丈夫大丈夫まあ、果たしてそれで地方統一ができるかどうか。おう、マスター長森。五奉行が全員いるってわけではないんですけれどもね。で、君臣文禄、杉たる主。家臣の忠誠が上がるね。杉たる主だったら逆に低そうな気はするんですけれどもね。で、先駆け衆、お、士気が上がる。あとは国友衆保護。じゃあ今回も前回も、まあ、鉄砲メインでは、メインっていうほどでもないか。まあ、鉄砲部隊使ってはいましたが、今回もじゃあ鉄砲の方がいいな。かといって、鉄砲火事のある証券、果たしてあるのかどうか。で、他勢力との連合軍で決戦に敗北すると、戦意が大きく下がる。まあ、負けるとき、いや、負けはないですよ。うん、勝つならば全部勝っていく。で、あとは、試作力が増える。さらには、兵糧が減る。これは非常に助かる。軍事の方策3個以上。で、交渉が有利とか、親善の効果が下がる。前回は、そこら辺の外交は縛りでやっていましたが、今回は極力味方を増やしながらやっていきたい。まあ、そこら辺は終始かな。ご命令。で、この三成に過ぎたるもの、二つあり、一つは沢山城。かといって、今回勢力的には中部地方なんで、沢山ないとすれば、この島左近。鬼左近がいるのは非常に心強い。で、勢力図はこんな感じ。結構広いですよね。で、国力第一位は、ここ、前田家。で、越後には堀家。結構、なんだろう、離れているね。かといって、でも春日山があるんで、そこら辺硬そうだ。で、信濃には浅野がいるんですよね。で、浅野家に取り囲まれるように、真田、上田城と真田城っていうのがあるんだ。そこは地理を生かして浅野が勝つか、それとも質を利用して、この真田が勝つか。で、こっちの高藤、飯田、こちらには京極家。で、さらにはこっち。美濃の方には三法師がいるんですよね。織田秀信。まあ、ここら辺、質としてはだいぶ弱っちいんですけれども、やっぱり美濃ですからね、国力はあるんですよ。で、終わりには、福島正則がいる。外交で言うならば、ここら辺はちょっと味方につけておきたい。
ちょうどここら辺のほぼほぼ、まあ、真ん中ぐらいなんで、ここら辺が味方についてくれれば各方面に牽制しやすくなるかな。ここはね多分仲悪いからね、仲良くなれる気がしないな。で、三河には池田家がいます。池田輝政で、さらにはその元には水野がいる。で、浜松で、さらには乾には堀尾で、こっちの東海道の方、駿府には中村和氏ですけれども、主は山内和豊で、憎き徳川家は韮山城のみとなっている。武将114人、まあ、質だけで言ったらここが一番ですけれどもね。ただこの国力、韮山しかないんで、果たして山内くんにこの徳川家康を防げるかどうか、あとは浅野にも期待はしたいかな。一応同じ五奉行だしね、そこら辺頑張ってくれたまえ。で、こっちで言いますと、美濃の一部の大垣、さらには伊勢の長島、亀山で、南には富田がいるんですよね。で、さらにはこっち、島には鳥羽城で、クッキー親子がいるんですよね。寿命は伸ばしてあるんで、この辺はまだまだ使えるでしょう。もうそろそろ還暦。富田あたりはそこまで強い武将はいないかな。神戸さん、神戸さんまだ生きているんだ。そこそこなのは稲葉さんだけかな。で、こちらは城は3つで、武将を見ていきましょう。今回は初回なんで、まあ、いわゆる紹介なんで、そこら辺でちょっと時間食ってしまうのは致し方あるまい。で、石田三成、現在41歳、提案力を上昇ってことは、大名発言とか関係あるかな。あ、でもそっちは施策力なんで、どんどんいろんなスキルっていうのかな、ああいうのをどんどんアンロックできるのかな。で、文治の力っていうのかな、周囲の味方の攻撃力を上げて、効果終了時に戦法ゲージ増加。能力で言うと、だんだん補正はかかってきて、統率とか武勇も高くはなってはいるんですけれどもね。あとは、親父かな、石田正嗣。で、鬼、息子か。あ、結構でもこの辺、兵糧を抑える系が多いかな。あとはお兄ちゃん。お兄ちゃん個性は、お兄ちゃん無個性ですけれどもね。でも、知略、内政、外政は高い。あとは氏家牧前の息子で、小川さん関ヶ原で裏切ってしまう人かな。奥さんっていうと、なんだろう女性っぽく思えるな。奥重政、紀州の豪族で、鉄砲知見持っているんで、となるとやっぱり鉄砲だな。なんで信金さんいるんだ。あとは小野木、小山、まあ、ここら辺は何とも言えない面々。あ、キッシャンもいる。でも、ってことは、キッシュとか、ね、小出くんとか、岸和田あたりだったっけな。ですね。その辺のが多いんだ。で、島左近。まあ、ここら辺はもう説明いらずかな。私の実況内においても何度か出ているし。まあ、でも、戦となれば彼が、やっぱりメインだな。あ、鈴木重友もいる。まあ、岸和田、摂津あたりとか、あとは、キーあたり。まあ、鉄砲が強いのは、ね、そういうの鉄砲強いの多いでしょう。助かる。あとは、お父さんかな、息子、こっちかな、あの、市内を開発した人ね。で、あとは、夏香正家。あ、別所さんとかいるんだ。すげえ弱いな。重宗の息子。大阪夏の陣も参加。後に職務怠慢の罪で改役。まあ、ちょっとなんかめんどくさそうな顔はしているよな。細野さんあたりは、伊勢の長野家の家臣。お、あとは前の忠安。長安の娘向こうですよね。関ヶ原で奮戦して討ち死に。強いな。ここら辺は指揮工場とか持っているし、戦法も奮闘。で、マスター長森。神前の効果下がるならば、やっぱりこの辺、瞑想者スキル持っている彼を外交として各地に向かわせるのがいいな。息子は凡庸だな。
で、なぜか毛利勝長がいる。でもここら辺クソ強いからな。やっぱり戦に関しては、奥さんとか、あとは、島さんとか、あとは毛利さん。で、野球兵庫の助もいるんですよね。横山機内も強いからね。あとは、なんだろう、親父脇坂、息子脇坂、なんでだろう。あとは、悟もいる。各地にいろいろ仕官していって、東道家出るときになんか問題を起こして、東道高虎から、他家への仕官お断りみたいな遅れを出されたんですよね。あとは、伊勢さんとか、長谷川さんとか、宗神の方か、なんかこう、捜査でなんか活躍、有筆だったっけな、なんかその辺で結構活躍していた人の息子かな。まあ、あとは、滝川勝利。タッキーの娘をめとった。知略は80も、まあ、絶好調で80もある。あとは、コマちゃん。コマイ日記を記す。もともとは六角家臣ね。コマちゃんって言うと、武田の家臣が出てくるんですけれどもね。あとは、巻田広貞。備中浅尾一万石の大名。いいね、このギリギリ感ね。ギリギリ大名。患者重宝とかあるんだ。まあ、そこそこ個性的な面々はいるとは思います。で、有能な武将もいるんで、そこら辺のアドバンテージは取っていきたいが、果たしてあれだ、鉄砲火事のある場所、ね、近江周辺だったらもちろん国友州いるけれども、ここら辺ってどうなんだろう。まあ、一旦はこの港を取って、終わり。恩賞と忠誠。ここら辺は凡庸とか言ったから多分ちょっと落ちたんだろうな。宮部さんは、なんだろう、慶順の一門かな。まあ、クソ弱いから別にいらないし、うん、ここら辺も感情上げてもな、そこはちょっと後々のために取っておこう。対名とかどう？お、対抗の意向。敵以外と、常時同盟可能。で、敵領内行軍時の兵糧減少。ってことはだ、交戦、いわゆる戦線していなければ、あれだな、即同盟できるってことですよね。あとは内政系だな。こんなのもできるんだ。まあでも戦方面で使うんだったらこことかここでしょうね。対抗の意向ってオリジナルかな、もしくは秀吉も使えるかもしれないし、あとは開発とかもしていかないといけないし、なかなか忙しい。で、工作に関してもやってはいいんですけれどもね、赤がいないな。あ、でも池田家に一人いる。誰だろう。水野さんだったらいいな。水野さん青か赤。ああ彼ね、忠重まだ生きていたんだ。じゃあちょっと内政とかしていきましょう。城のレベルとか大丈夫？回収。あ、BBC。長島とか硬そうなイメージですけれどもね。ああ、施設の追加とか全然できていないんだ。まあ、牢城とかは今回ないとは思うな。前回はありましたけれどもね。あとは開発とか。いろいろできるが費用を使うんですよね。砦。攻められる恐れあるならば、やっぱりここだな。福島さん来そうだから、そこら辺ちょっと守るために、砦とかを置いていきましょう。表情を始めましょう。さあ、表情がやってまいりました。どうなるかな？多様な策はいかがでしょう。やっぱり鉄砲とかがいいし、まだ初期状態ではこれ。なあ、もちろん、対名軍事かな。まあ、誰も光ってくれないな。ポイントで言うと、ここら辺。で、ここら辺。あとはどうかな。サトル君はもういいとして、商業も必要ですよね。これにて表情を終わります。で、軍事3つ。部隊の移動速度。収入は増やしたいしな。あ、鉄砲も必要ですよね。これ取って、で、収入も増やして、兵糧減少。火事も欲しいところではありますが。
兵糧の収入増加。秋が近いんですよね。お、陶器に使いたい。お、宝蔵院、院家さん。え、80歳で長谷さんしてくれるの？寿命は延長だからってちょっと張り切りすぎじゃないのかな。かたじけない。わしもまだまだ戦えるみたいな。てか、収支が多いんですよね。そこはちょっと賛成力に現在外交をかけているんですよね。なんか怖い庭家とか、すぐここを北接しているんですよね。で、金ヶ崎の、もちろんね、この大親友、大谷義継。見ているとね、今回平塚さん、グラフィックありますよね。なんか、前までかな、そこそこイケメンだった気がするんだが、おっちゃんになった。で、あとは、こちら。美濃の織田家。そういえば織田家で言ったら、ここをね、勝山に、信夫がいるんですよね。ここはすぐ潰されそうな気がする。そうなってくると、庭家がちょっと怖いかな。まあでも、友達は守りたいし、主に関しては、どうだろう、大谷攻めるかな。大谷家なんかこう、草刈り場になりそうな気がして、ちょっと怖いな。だって豊臣、まあ主ですけれどもね、武将45人いるんですよね。まあでもこっちはね、主ですから、さすがに私自らの手でここをね、滅ぼすわけにはいかないしな。まあ、いわゆるこう、豊臣の家臣として我々が代理戦争っていうのかな、代わりに戦うわけですから、この石田三成にあだなす者は豊臣にあだなす者と知るがよい。まあ、最初攻めるのは、その豊臣系の富田さんかな。豊臣家臣。あ、でも、関ヶ原では、東軍に属しただと、だったら攻め滅ぼすしかない。まあ、まだまだ交戦する気はないんですけどもね。一旦は周りを固めてから。で、こっちに進出しておきまして、で、開発の方で、一応新設もできるんですよね。継続発展とか、まあ、砦ももちろん置きました。一旦は、支出に関してはマイナス353になっているんで、ちょっと様子見かな。武将の移動も済ませております。兵士については全部農兵にしているんですよね。あ、マイナス134になった。軍心降臨だと。もちろん。報告いたします。10連勝ね。ゲチを。マイナス108までには行ったんですけれどもね。いや、でも金山3つ無理でしょう。そこら辺、信濃の方まで行かないとダメな気がする。で、通称、結んだのはいいものの、まだまだ各勢力とも結ばなければならない。商業に関しては、干渉はできるな。費用450。まあいいでしょう。鉄砲とか今の段階でスキル持ちがいるんで強化はできますがね、無兵装のことも考えたら宝蔵院院営さんとかをちょっとねばらけさせるのもありか。オッケー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 。報告いたします。ご命令。これでどのタイミングで攻めてくるか、収支についてはなんとか黒字になった。で、あっちこっち介入できるがお金がないんですよね。小麦については62,000。ちょっと売ろうか。これだけの値。ひとまずは農業。開墾とか、生産性についてはだいぶ低いんですよね。一気に行くならば、来期も望める開墾の方がいいんですけれども、ちょっと、労役免除。承知いたしました。民中はだいぶ上がっているんですけどね。こっちはじゃあ開墾にしよう。ちょっとルミンとかのバランスも考えていかないといけませんがね。で、進出。前回はこういう外交縛りをしていたせいで、全然ね、こういうの介入できなかったんですけれども、今回は介入できる。はっ。対面とかもう無理、んー、ここはやりたくはないな。飽きない奨励かな。3増加させてもね、まあ、どんどん進出はできますが、それによって使うものもありますしね。このプラスを利用して、
100増やしてもしょうがないよね。他の勢力で言ったら、ここも攻めてくるかな。こっちは、あ、900ね。富田をちゃっちゃと落とすのもありですよね。さて、ひとまずは表情来ました。梶村解放もやってはいきたいんですけどもね、今解放して例えば鉄砲鍛冶かな、あれを開発したところでプラスになる値ってかなり小さいですよね。後回しにして一旦早碁を取っていきたいと考えれば、やっぱりこの舞台移動速度上昇症の高速工具で、あとは論議方面も取っていきたい。これで軍事3ついったんでいけるでしょう。ご命令を。解放とかまだかな。こっち的には志ちょっと見ていきましょうか。これですよね。行軍時の兵糧が減る、これができてからちょっとね戦したいんですよね。だから現在はちょっと様子見をしております。ま、それでも商業はどんどん介入していくがな。はっ。これで収支はちょっと増える。恩賞とかどうかな。調略も受けそうな気はしますが、脇坂くんぐらいはやっておいた方がいいか。一応ね、静ヶ岳七本槍ですし。まあ いや、一旦置いておこう。ひとまずは徳川家の勢力拡大がどの程度の速さで来るか、滅ぶってことはないとは思いたいんですけれどもね。まあガンガン強化してこっちに活動力の方に攻め込む確率もまああるとは思います。まあだから結構こっちが早めに勢力を拡大しないと後々危ないかもしれない。幸いこの中心ぐらいかな、ここら辺はそこまで強い勢力はいないんですよね。強いて言えば国力のない福島とか、あとは水野さんがいるこの辺の三河とかかな。あとは丹羽さんが攻めてくる可能性もなきにしもあらず、まあそれを恐れて一旦ね通商は結んでいますが、まあそれで相手がね徳川もしくは真田あたりが大勢力になったら、まあその時はその時だ、取り直しはできないからな。一旦目標としては富田を攻めます。ここを落として、でついでにまあ後々ここも行って、仮にここを攻められるとしたら海を渡ってくるんで結構時間はかかるでしょう。となれば応戦はしやすくなるから、一旦ここら辺を取ることで我々の守りについても守りやすくはなるかな。いわゆる背後みたいなものですよね。そこを固めて前に集中したい。大丈夫、あと1段だけ。よし、いけた。これで兵糧の消費抑えられますよね。あとはどうする？動くの、先に動いた方がなんか負けそうな気がするしな。絶対この辺来るでしょ。絶対来るから。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。金銭収支1500以上ね。いろいろ発生するね。で、美濃の方にどんどん介入。承知いたしました。これでお金は617。